はい、こんにちは。カンボジアガサガサフィッシングの佐藤です。今日もよろしくお願いします。今日は何をしに来ましたか？トカゲを探しに来ました。トカゲを探しに来ました。はい、今日はこの竹竿に輪っかをつけたのがあるんで、これでトカゲを捕まえてみたいと思います。はい、この前村に行った時に、お師匠さんに教わったのでやってみたいと思います。はい、取れるかわかんないですけどやってみます。でこの前スネークヘッド釣りをスネークヘッド釣りにちょっとね川行った時に試しに1匹トカゲを捕まえたので、それも含めて後で紹介します。
大丈夫だよ。はい、というわけで、はい、今日は、トカゲが2匹釣れました。2匹トカゲが釣れました。だけど、まあ、1匹はね、落ちちゃったんだよな、はい、でも1匹だけ、捕まえることができました。はい、1匹です。バイバイ。またね、トカゲ取り面白いので、はい、もうちょっと、いろいろね、研究して、はい、いっぱい取れるように、はい、練習します。はい、練習また魚釣りを見てください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今日は以上です。ありがとうございます。お母さん、ありがとう。あいあい見てね、また今度してみようね。お前もウーストノートで。はい、じゃあありがとうございました。お母さんはよ。お母さんはよ。はい、さようなら。